人がネオアルカディアという名の理想郷にすがり罪なきレプリロイドを処分していく悲しい時代、私はネオアルカディアに追われるレプリロイドたちと共に伝説の遺跡へと向かっていました。私たちの唯一の希望、そう、あの伝説のレプリロイドが眠るあの遺跡へ。ここが伝説の遺跡なの？クリム、俺に構うな。え？声が聞こえる。誰なの？俺を目覚めさせてどうしようっていうんだ。あなたがあの伝説のゼロなのね。ゼロ？俺の名前か。思い出せ。無理やり起こしてしまってごめんなさい。お願い、あなたの力を借りたいの。俺がそのゼロじゃなかったらどうする？私にとってはあなたはもうゼロなのよ。切られたいのか。ミッション開始する。我はメッシャーなり。甘い、無駄だ。頼む。滅ぶよ。すまない。邪魔をするな。なんだと？我を見せる。もう一人の俺と戦ってやっと分かった。今までの俺がどんな戦いをしてきたのか、今までの俺の迷いが一体何だったのか。できる限り貴様にそんな真似が。レプリロイドたちの英雄である貴様が人間を守る正義の味方が、この人間を守るためにこのわしを、守るべき人間であるこのわしを倒そうというのか。今なら言える。俺の力は破壊するためのものじゃない。友、友の信じるものを守るための力だ。どうした？無駄だが、力を帰還する。ミッション終了。無駄だ。この痛みは貴様に分かるか。自分を英雄と名乗ったらどうだ。自分が信じる者のために戦ってきた。目の前に敵が現れた。